横川ダムは山形県西沖多摩小国町一級河川荒川水系横川に建設されたダムである。国土交通省北陸地方整備局が管理する国土交通省直轄ダムで荒川の地水と小国町への工業用水道、供給及び水力発電を目的とした特定多目的ダムである。高さ72.5メートルの重力式。 コンクリートダムで荒川水系のダムとしては最大規模であり、北陸地方整備局管内のダムとしては最も新しい。ダムによって形成された人造湖は一般工房によって白い森を具に湖と命名された。1966年1967年と2年連続で荒川流域は集中豪雨による大災害に見舞われた。 特に1967年の水害は、上津豪雨と呼ばれ、流域に、かつてない激しい被害をもたらした。荒川水系の各河川は、各地で堤防欠陥や堤防起こし流を引き起こし、浸水区域は実に北は、村上市から、南は、中城町、東は、現在の荒川東港付近に至る、広範囲にわたり、死傷者が数多く出た。 上流の小国町でも中心部が完全に浸水。赤芝ダムや岩泉ダムといった水力発電所にも深刻な被害を与え、荒川流域は壊滅的な状況となった。この植えつ水害を契機に荒川水系の治水対策が根本的に見直されることとなった。被災した翌年の1968年4月、荒川水系は一級水系に指定され、 建設省による直轄管理河川となった。これと同時に総合的な治水計画である荒川水系工事実施基本計画がまとめられた。この中で堤防が建設されていない区域の築堤などとともに多目的ダムを建設して治水安全度を高めようとした。こうして計画されたのが支流大石川の大石ダムであり、1972年より建設が開始され、 1978年に完成した。大石ダムは完成後は荒川中流から下流部にかけての治水に貢献しているが、一方で小国町を含む荒川上流部の治水整備は堤防の建設が用地の狭さにより不可能で遅れていた。加えて小国町は東芝セラミックス株式会社の工場をはじめとして工業用水道の需要が高く、 こうした水需要の確保も問題となった。こうしたことから、荒川上流部の治水対策に加え工業用水の確保を図るために計画されたのが横川ダムである。ダムは、包み高72.5メートルの重力式コンクリートダムとして1987年より事業に着手した。特定多目的ダム法に基づいて建設される多目的ダムであり、その目的は、 荒川上流部下流部に至るまでの洪水調節、荒川流域の既得水利県分の揚水確保と、横川、荒川の正常な流水量維持を行う、不特定利水、小国町の工業地域に対する工業用水の供給、及び山形県企業局による水力発電である。ダム本体の規模は、大石ダムと大差ないが、貯水池の面積、 総貯水容量については、大石ダムを上回る規模のダムであり、荒川水系において最大規模のダムとなる。所在地は山形県であるが、水系本川の加工所在地が新潟県であることから、ダムの事業主体は国土交通省北陸地方整備局であり、東北地方整備局ではない。ダム建設によって38個の住居が水没することになり、住民は、 横川ダム対策協議会を設置してダム建設に反対した。建設省は1991年2月5日に横川ダムを水源地域対策特別措置法の対象ダムとして指定、水没住民に対する生活再建相談や水源、地域活性化を含めた保障交渉を行い妥結に至った。1994年に 地域に開かれたダム施策を建設省が実施するにあたり、横川ダムも建設現場の一般公開を行った。ダム岸に展望台を設けて自由に見学できるようにしたほか、メモリーストームを展望台下に置いた。これはメッセージを石に自由に書いて、書いた石をダム本体に使用するコンクリート骨材と混ぜてダム停滞の一部にしようというものであり、多くの来訪者が メモリーストーンを書いている。このメモリーストーン募集は2006年5月まで続けられた。また、環境対策としては、湖上流部にピオトープを設置して、水生植物、動物の生育、繁殖を促すほか、そのままでは固定に沈んでしまう副樹層の群生を、付近にある可能水晶中学校の敷地内に移植する試みも行われている。 さらに、小国町指定天然記念物である、非戦時の胃腸も固定に沈んでしまうことから、この胃腸の移植作業も行われた。ありがとうございます。